えてる？どんな手を打つ気かな。また来てやってくれ。意味わかんない。情報し、俺今回
この迷宮の仕掛けはどんなものか。奏者よ、ひとまず奥を調べてはどうか。秘密がないね。そんなわけないと思うけど。とにかく最奥まで探索してみましょう。手がかりを見逃さないように。まだ5階あたりでぐるぐる回っているはずですよね。そんな気持ちで読書に勤しんでいた BB ちゃんでしたが、ふとモニターを見たらまあ大変。どんな幸運か、悪い子先輩はもうゴール直前まで来ていたのです。なのでただいま電波を放出中。
ンパンポーン。おはようございます。深夜の秘密放送の時間です。司会は私、つくみはらの影の生徒会長、ムーンセルのクイーンことリーリーちゃんと、たまたまそこで拾ったマダオ、ペンネームミドタさんでお送りします。はあ、拾われてねえでしょう。むしろ殺されたって解釈でしょう。あれオタク、一体何したいんだっつの。いや、ミドチャさんったら怖い。なるほどなるほど、その垂れ目で睨まれちゃうと大抵の女の子はコロッといっちゃうんですね。そんな甘いマスクのミドチャさんには、せーの、超絶体罰ビーム。ごめんなさい、この水鉄砲改造しすぎてダメージ限界突破しちゃってました。1億ダメージとかチートにも程がありますよね。えい、生き返れ。生き返ったよ俺。1ドットからバッチリ生き返ったよ。死にてー。ところでミドチャさん、近頃の風紀の乱れをどう思います？マイルームとか着替えとか自由すぎますよね。いや、自由すぎるのはオタクの芸風でしょ。仲良く生徒会室で青春トークとか、人目も気にせず廊下でイチャイチャとか、サーバントとお話とか、私とにかくもう許せない。ですので新しいルールを提案します。題して、死後をしてはならないです。はーい、そういうことで聞いていましたか先輩、これからは死後禁止です。アイコンタクトで頑張ってください。あ、スキンシップはとっくに禁止していますから、あしからず。ついでにリターンクリスタルも封印です。これを機会にサーヴァントさんと不仲になってください。それじゃあ校舎の NPC の皆さん、さようなら。夜のハチミツ放送でした。ダメですね。まさか。
麻痺状態での戦闘には注意しない。
ちょっと早く設置してください。何手を抜いているんですか。あなたならもっとえぐくてひどい罠たくさん仕掛けられると思うんですけど。そりゃ場所と資金次第。俺は魔法使いじゃないんでね。しけた素材じゃこの辺りが精一杯でしょ。もっとこう何派手な爆薬とかどでかい怪物とか用意しないの。あっちでいろいろ仕入れたんだろ。重機の一つや二つこっちに回してもいいんじゃねえの。私じゃ力加減が難しいんです。ショベルカーでビーズを並べる気持ちとかわかります。この規模のアリーナには対ムーンセル用のドライバーは差し込めないんです。適材配慮よアーチャー。繊細な組み立てには繊細なピンセットが一番でしょ。はいはい、適材適所、そりゃどうも。しかしそれも時と場合だぜ。ほらケチってる間にお客さんのご到着だ。そんな話し合いもできない状態でもうここまでやってきたんですか。驚きましたか。シェイプシフターはサーヴァントを分解吸収するだけじゃないんです。戦いに敗れたサーヴァントを蘇生してこうやってこき使えるんですから。時代はリサイクルです。ったくこっちはいい迷惑だがね。でどうすんだよスポンサー。俺の仕事はあくまでトラップの配置だ。オタクの護衛までは感情に入ってない。そんなわけなんでもう帰っていいかい。バカ言わないで。あなたは私のファミリアなんですから言われなくても戦いなさい。ああまそうなりますよね。悪いなお嬢さん、知らない仲じゃないがこれも星回りだ。手っ取り早くここで死んでくれや。さすがに二度目は通じねえか。久しぶりだなお姫様。どうだ少しは成長したか。は何我が奏者は強くなった。世の手腕を褒めるがよい。ああ独身術なんざ身につけた結果がこれだよ。ああつまんねえ。誰があんたらの中の話をしてんだよ。人の恋バナなんてうざいだわけっしょ。俺はね背丈とか胸の話をしたんですよ。でもまあ振った俺も悪かった。そりゃとぼけるしかないよな。どこからどう見ても成長してねえもんあんた。行くぜ。がっかりさせんなよ。じゃあまあ無駄話はここまでにしておきますか。もっともおたくらは喋りたくても喋れない状態だろうけど。するぜ。死ね。
神経毒だ。楽しみな。ついてはことを子孫に丁寧に追い込むぜ。一人は嫌いですわ。かすり傷でも十分なのさ。やっぱ一人はきついですわ。擦り傷でも十分なのさ。まいったね。もうちょいいけると思ったんだが。はっ、やるもんだお嬢さん。あのひよっこがここまで成長するとは、旦那の目は確かだったってことか。何が楽しいの、アーチャー。無様に負けておいて。おいおい、宝具を取り上げやがったのはどこのどいつだよ。マジでやれってんなら、あいつらに食わせた俺の力を返してもらわないと。だいたいボス投げないぜ、BB さんよ。さっきまでの余裕はどこに行った？キャラ変わってんじゃない？やだ、そんなことありませんよ。私、いつもの邪悪な BB ちゃんです。さてはオタク、負けに慣れてない？お叱りの理由はあれか？悔しいじゃなくて恥ずかしいの方だった？マジ図星だよ。自分のプライドを優先する指揮官の末路は悲惨だぜ。いやまあ、いじりやすい分俺は楽で。なんと！
仲間割れじゃありません。使えないサーバントは即反省室。たった今私がそう決めました。それより先輩、やるじゃないですか。死後を禁止したのにセーバーさんと息がぴったりなんですね。ふん、会話を禁止したぐらいじゃ追い込みが足りなかったということ。まあどうでもいいですけど、死後禁止はこれでクリアです。私は公正なゲームマスターですから、ちゃんと生き延びた人は認めます。一度しっかり休めば発生機能も回復します。あの盗みにさえできない密室で仲良く休めばいいじゃないですか。ま、正直ただの暇つぶしでしたし、あとはラミさんに任せて私は自分の作業に専念します。ほんとお疲れ様でした先輩。難攻不落なラリさんの迷宮でさまよい続けてくださいね。報告します。
情報集。俺の何の俺を今回は。この迷宮の仕掛けはどんなものか。気を引き締め、マスター演目であらんこと。これは同意します。却下です。伝達します。エクセレント。はあ？奏者よ。
申し訳ありません。良い星回りです。また来た。意味を。冗談じゃない。冗談じゃない。ダメですね。ガウェイン。御意。気を引き締めよ、マスター再挑戦を希望するのですね。いいでしょう。それでは専用のプレイルームに。ミスゴリラ。はあ？
当然だろ。ジナコ、何言ってんの？
なんだの。再挑戦を希望するのですね。いいでしょう。それでは専用のプレイルームに。あー、ちょい待って。そこの構成ゲームフェチに通達。ナーニさんの相手はジーナコさん。ジーナコカリギリ。データにはありませんが、旧校舎へ逃げ延びたマスターですね。あなたが私の相手を。見たところ平凡なプレイヤーのようですが。天才系のマスターからこぼれる何気ない事実は傷つくっすね。でも今回ばっかりは耐えるっす。だってゲームの後涙をこらえて悔しがるのはラニさんの方っすからね。あなたが私に勝利すると、例えば、気持ちの上では負けていないといった話ではなく。もち、主観的なジャッジじゃなくて、客観的なジャッジで勝てるっすよ。ま、運が良ければの話だけど。あまりにも浅はかです。チェスはこの世で最も公正、公平なゲーム。そこに運が絡む要素はありません。そもそも、運が良ければ勝てる。などという発言自体、あなたが三流である証拠。それ、そこ。チェスが公正なのは認めるけど、公平ではないと思うんだ、私。ラニさん、チェスは最高のゲームって言ってたらしいけど、チェスほど不公平なゲームはないですよ。何を言うのです。チェスは公正、公平なゲームです。運の要素を一切排し、二人のプレイヤーが同条件で思考ルーチンの精度を競い合う。これのどこが不公平なのでしょう。不公平じゃん。どんなにゲームシステムがイーブンでも、打つプレイヤーの性能に差があるんだから。何を言うのです。プレイヤーに差があるのは当然です。そのために腕を鍛えるのではないですか。鍛えても埋まらない差はあるよ。これはあらゆるものにある。だからこの世に平等なものはない。ゲームなんてその最たるものだよ。システムが完璧であればあるほど、あとはプレイヤー性能がゲームの主軸になる。わかる？公平を歌うんなら、それは素人が玄人と対戦しても勝ち目があるルールじゃないといけない。チェス、囲碁、将棋なんてこの世で最も不公平なゲームシステムだ。なんでそんなデッキゲームにジナコさんは参加しません？ラニさんはそこでズルして勝ち誇るキャラでいてください。ジナコカリギリ、そこまで言うのでしたら、あなたの言う公平なゲームで勝負をしましょう。どのようなものであれ、それがテーブルゲームであるのなら、私は常に優秀だと証明します。そう？じゃあ僕が提案するのは、そうだな、麻雀でいいよ。
1対1ではなく4人対戦、かつ運さえ良ければ素人でも玄人を任せる可能性が出てくる。人間力に左右されない運という揺らぎを持つ最も公平で俗なゲーム。麻雀、中国の占いが元になったゲームですね。いいでしょう。そう言われては私も引き下がれません。ではプレイルームへ。公正なゲームを。ああ、もちろん運が絡むゲームだから1回2回の勝ち負けで結果を出しちゃダメだよね。統計学的に麻雀はトータルの勝ち負けを競うものだから。そうっすね、軽く200回はブツとしましょうか。望むところです。あなたの思考精度では200局中1局たりとも勝てないと断言します。オッケー、じゃあプレイ。漫画でも読んで待ってるがケチっすよ。まだ出てきませんね。それはそうと、レディ・リン、レオの顔が曇っているのは私。そりゃ曇るわよ。ジナコの言い分はレオへのアンチテーゼなんだもの。ううん、というより結論か。最終的には何が勝利するのかをジナコは見せつけてくれるわよ。そんな、こんなの認めない、認めたくない。うわー疲れたっす。200局中167敗33勝、運だけでも勝ちは拾えるもんすな。負けた。一局でも負けた。それは、すなわち。そうっすよ。一局でも負ける可能性がある以上、回数を増やしていけば横並びになる未来もあるっす。200回では勝ち越した。1000回でも勝ち越せる。でも、これが一億、一兆なら？お互いの勝ち星と負け星は均一になる可能性が出てくる。いや、均一になるまで勝負しないとどちらが優れているのかは測れない。うわぁ、すごいロジックエラーです。結果を出さないと優劣は測れないのに、結果を出したら優劣はなくなる。要は我慢比べってこと。先に値を上げた方が負け。こうなると、もうゲームの腕前なんて関係ないのよ。現実的な仮説ではありません。1億回なんて、そんな回数のゲームに人間は耐えられません。ニートを甘く見るなっす。ご褒美のないルーチンワークは僕らの領域。数をこなすことだけが僕らの才能っすからね。
そして思い知れ、真に公平なゲームっていうのは誰がやってもイーブンになるもの。ラーニさんの公平さは嘘っぱちっす。そんなことは決して。私は公平なゲームを。じゃあ次の200回行くっすか。そういうことっす。ラーニさんはゲームをしたかったんじゃない、単に頭の良さを見せつけたかっただけ。違います。私は彼女が偶然にもチェスを持っていたからプレイを提案しただけで。そのチェスがあったのはこのフロアっす。ラニさんは自分の得意な、いえ自分が絶対勝てるゲームをわざわざ用意したっすね。俺ツイーしたかったっすか。ああ、ゲームで遊びたかっただけならまだ可愛かったのにな。幻滅だな。違います。私はただ皆さんに公正なゲームの美しさを伝えようと。初めはそうだったかもしれないけど本音が出ちゃったんだにゃ。 SG がないなんてとんでもない。このフロアそのものがラニさんの心、はっきり言ってやるっす。これはラニさんの無意識のよどみ。自分の性能を誇示したくて仕方がなかった理系女子の慣れの果てっすよ。さんの最後の SG、 ジナコさん命名、名付けて最強ジュース。それが私の最後の秘密。そうですか。私にもまだ解析できない編集があったのですね。いいでしょう。私に自己顕示欲があったことは認めます。ですがあなたたちは絶対に認めません。特にあなたとジナコ・カリギリ。この2名は排除対象に設定しました。私は理性的であろうと、自身に非戦闘のルールを課していましたが、この度、個人的感情に基づいて音速破棄。ラニエイト本体の中でのリベンジ&体罰戦闘に備えて消滅します。より明確かつ端的に言えば、つべこべ言わずにかかってきなさい。万全の状態で完膚なきまでに粉砕して差し上げます。最後の捨て台詞はラニらしからぬ殺意がこもっていたな。あれは心を覗かれた周知だけではなさそうだ。ふん、何かは分からぬが、そなた地雷を踏んだようだぞ。気を引く。あれ、ちょっと調子に乗ってラニさんを突っつきすぎたっすか。本気にさせちゃった。ええ、間違いなく。ですがあの壁を壊すにはラニを撃破し BB から切り離す必要があります。この展開は不可避のものです。一旦校舎に戻って万全の用意を。